ウクライナのドンバス地方ルハンシク州、ドネツク州の東部戦線において、10月28日にルハンシク州のハイダイ知事が、同州のスバトボから約 45km 南にあるクレミンナにかけての戦線において、ロシア軍が後退しているとして SNS に投稿したよ。さらにハイダイ知事は、ウクライナ国営テレビに対してウクライナ軍はスバトボからクレミンナに至る道路を実質的に支配下に置いたと述べたみたいだね。また、スバトボからクレミンナにかけて激戦があったことはロシア側の当局者も明らかにしているぜ。そうだね。さて今回は、東部ルハンシク州で進撃し、バフムート防衛戦ではロシア軍を寄せ付けないウクライナ軍について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。クレミンナはロシア軍によって6月に制圧された同州のセベロドネツクから、わずかに 20km しか離れておらず、このままウクライナ軍が占領地の奪還を進めていけば、同州における要衝であるセベロドネツクやリシチャンシクの奪還が現実味を帯びてくるよ。その東部戦線において、ドネツク州のバフムート近郊ではロシア軍が攻勢に出ていることが伝えられていて、10月27日にはバフムートと約 60km 南にあるアウディーユカ付近で激しい戦闘があったことを AP 通信が報じているみたい。ロシア軍は劣勢にあるとされる東部戦線の中で、ウクライナ軍が支配しているスラビャンスクとクラマトルスクの攻略を目指し、そこに通じる主要道路に位置する要衝であるバフムートの奪取を何度も試みているぜ。バフムートを守備するウクライナ軍部隊は迫撃砲などを用いてロシア軍を撃退していて、迫撃砲部隊の指揮官はロシア軍は何度も前線突破を試みているが、陣地は守っているとして、ウクライナの領土は1ミリたりとも渡さないなどと書かれた迫撃砲弾をロシア軍部隊に向けて発射し続けているよ。国が一丸となった徹底抗戦の構えだね。また、部隊の兵士はロシア軍の狙いはドネツク州を制圧して、何か大きな戦果を収め、少なくとも何かができることを示すことだが、まだ何も達成していないとして、ロシア軍の攻勢を食い止めていることを誇らしげに語っているんだ。軍事大国であるロシアに屈さない自分たちを誇らしく思っていることだろうね。東部のみならず南部のヘルソン州においてもウクライナ軍の反転攻勢によって、戦車や装甲車などの戦闘車両ばかりでなく、他の装備品や軍需物資などを放棄して後退し続けるロシア軍の中で、クレムリンロシア大統領府が公認しているとも噂されている民間軍事会社で、プーチンの私兵とも言われているワグネルなんだ。ワグネルはワグナーグループとも呼ばれ、ロシアの準軍事組織的な位置づけとして、2014年にウクライナのドンバス地方で発生したドンバス戦争において、新ロシア派武装勢力を支援するために設立され、その組織自体は特定のイデオロギーに基づいていないが、様々な要素がネオナチや極右の過激派と強く結びついているとされているな。設立したのはロシアのプーチン大統領に近いオリガルヒの一人であるエフゲニー・プリゴジン氏で、香港に拠点を置いていたスラブ軍団に所属し、ロシア連邦軍参謀本部情報総局 GRU 機関のスペツナズ元中佐であったドミトリー・ウトキン氏を指揮官としているぜ。ワグネルという組織名はアドルフ・ヒトラーが好んだ作曲家ワグナーのドイツ語読みで、ウトキン氏が自分のコールサインとして使っていたことが由来であるとされているね。5000人以上の社員を有していて、そのうち2000人ほどが戦闘要員と見られていて、戦闘員の出自はロシア連邦軍兵士及び警察が中心なんだけど、それ以外にチェチェンやイングーシなどの新ロシア派元民兵やセルビア義勇親衛隊の退役兵のほか、ネオナチ活動家や元囚人なども所属しているというよ。能力さえあれば出自は問わないってことかな。また、ワグネルの戦闘員はロシア国防省の施設で訓練を受けていると見られていて、西側の情報筋ではワグネルをロシア国防省、またはロシアの軍事情報機関である GRU の独立部隊とみなしているんだ。ワグネルはシリア、リビア、中央アフリカ共和国、マリなどでの内戦など、世界中の様々な紛争において、ロシアに協力的な勢力と共に戦闘に参加していると言われていて、シリアや中央アフリカ共和国の政府など、一部の同盟勢力からは歓迎されているものの、その戦闘員は、派遣先において様々な戦争犯罪の嫌疑をかけられているみたい。これらの嫌疑には、民間人に対する強姦や略奪などの他に、支援している軍の脱走兵を拷問にかけている映像が公開されたこともあり、ウクライナにおいてはキーウ攻略戦の際に近郊のブチャなどで、一般住民を拷問などで殺害した疑いがかけられているぜ。出自を問わないからこその蛮行ってことかな。正直ワグネルの構成員は、危険な思想を持った人たちのイメージがあるよ。その任務は主にロシア連邦軍が公式には介入していない状況下の紛争などにおいて特殊部隊や民兵、サイバー戦争、プロパガンダ工作などを展開することに従事しているとみなされていたんだけど、ウクライナ侵略戦争においては戦闘部隊として8000人が投入されたとみられていて、
そのうち3000人が戦死したとしてイギリスの情報機関が報じているんだ。そのため不足した人員を補うために、内戦が続くシリアなどで戦闘経験が豊富な人材を募集したほか、キルギスタンなど旧ソビエト連邦構成国などで警備員募集を装った求人を実施し、月給24万ルーブルの条件で戦闘員を募集していることが伝えられたよ。さらにはロシア国内各地の刑務所サンクトペテルブルク、ヤブロネフカ、オブホボ、シャフテ、クラスノダール地域などにおいて囚人を戦闘員として6ヶ月間、戦闘に参加した後は恩赦、月給として20万ルーブルを支給するが、戦死した場合の遺体は家族に返さないなどの条件で兵士を募集していることも伝えられていて、ロシアの受刑者支援団体の調査によると、約3000人の囚人が応募し、12日間から2週間の訓練を受けてウクライナの前線に投入されたんだけど、そのほぼ全員が戦死したとされているね。ロシアがワグネルを世界中の紛争に投入していることの理由については、様々な憶測が飛び交っているが、一つには一般市民などへの虐殺など人権侵害行為が行われたとしても、ロシアの責任として問われないようにするためであるとされ、民間軍事会社がやったことでロシアには一切責任はないと国際社会の追及から逃れるためとされているぜ。また、正規軍と違ってロシア国民に対して損害などを報告する義務がないことや、ロシアに友好的な国を支援する際に政府や議会などの承認の必要がなく、いつでも気軽に派遣することができる点なども、プーチン大統領がワグネルを活用している理由として挙げられているな。プリゴジン氏は、SNS のテレグラムにおいて、バフムート市内のウクライナ軍による抵抗が強固であることを認めていて、バフムート近郊の戦況は変わらず難しい戦いを強いられているとした上でウクライナ軍はかなりの抵抗を見せており、ロシア軍が攻めればウクライナ人は逃げ出すというのは言い伝えに過ぎず、ウクライナ人は我々と同じく鉄の意志を持っていると投稿したみたい。ワグネルの戦闘員と対峙しているウクライナ軍兵士の言葉を CNN が伝えていて、それによれば、国際的に悪名の高いワグネルの戦闘員たちは寄せ集めの雇い兵だとして、彼らは暴徒の集団のような戦いぶりで、中には非常によく訓練されたプロの戦闘員も少数いるが、多くは金目当ての傭兵か、刑務所で刑を免除されると聞いてこの戦争で戦うことになった犯罪者たちだと述べ、ウクライナ軍部隊の兵士たちはこのような、ならず者の集団に国道蹂躙されることを許さないと語り、ウクライナ人の代償はとてつもなく大きいものになり、国を守る意欲があり高い訓練を受けた人材を多数失うだろうが、私たちは間違いなく勝つとした上で、ここは私たちウクライナ人の土地であり、戦う以外の他に選択肢はないと力を込めて語ったというよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。